さすがに雑魚すぎんコンゼ住んでんな。逆にその知能レベルで俺に挑んでこようと思ったあたりからもうやばい。結局世の中信じられるやつなんていねえんだよ。あのクソジジイもニコニコしながら俺を売りやがったんだ。クソザ子供が、おとといお越しください。